はい、皆さんこんにちは、ご視聴ありがとうございます。いやー、やっぱり降ってきましたね、この雪ね。1月も半ばを過ぎて、今日は25日木曜日なんですけれども、やはりですね、全国的な寒波ということもありまして、この長井市もですね、ちょうど2日くらい前から、断続的にですね雪が、降ってまして、だいぶ積雪の方がね一気に増えてきたような、そんな感じになっております。そして私はですね今、この地元の長井市にある、葉山森林公園という、場所に来ております。ここはですね、山の、そんなに奥ではないんですけれども、比較的、上の方にある公園なんですね。で今ここまでね来る、道中、実際どのぐらいの積雪があったのかと申しますと、ちょっとね画面を横に振ってみますけれども、はい、車のね通った跡があると思いますけれども、これ私の、愛車、パジェロ君がね、つけたタイヤの跡でございます。はい、そして深さがですねどのぐらいあるかと言いますと、はい、わかるでしょうかね。ぱっと見ねちょっと分かりづらいと思うんですけれども、ざっくりですけどだいたい30センチから40センチぐらい、今積もっています。はい、そして、エンジン音聞こえてると思いますけれども、今私のその愛車のパジェロ君はですね、はい、このような感じになっております。もうね雪で何番が隠れて、セルフモザイクになってますけれども、はい、非常に編集がしやすくて、いい状態ですね。はい、でこの横タイヤのねこの横見てもらうと分かるんですけれども、どうでしょうか、この深さ結構ね深さがあるのが分かると思います。このねパジェロのタイヤ、直径がだいたい77センチぐらいあるんですけれども、それの半分以上積もっているのがねこの状態を見てると分かると思います。ということはですよ、だいたいもうやっぱり40センチぐらい、積雪が、あるというふうな状態です。はい、その中をですね、このような感じで、ドアのところにね雪をいっぱいつけながら、かき分けてね、ここまで、たどり着いたというような感じです。はい、でここでですね、今日なんでここに私が来たかと言いますと、やはりこのパジェロ、SUV のね、代表的な、車でもあったわけですけれども、やはりですねこのような車というのはこういう、雪道だったり、あとは砂地、そういうね、過酷な、道路状況の中を、悠々と走る、そのような姿がねやっぱり似合うんではないかなと思いまして、今日はですねこのパジェロの 4WD の性能、これを少しね皆さんにお見せをしたいかなと思いました。でやっぱりねただ見せるにしてもなかなかね乗ってない方はよくわからないと思いますので、まずはねこのパジェロがどのような 4WD システムになっているのかというのをちょっとね、運転席のところに座って、簡単にね説明をしてから、やってみたいと思います。では、運転席に移動してみたいと思います。はい、ということで今運転席の方にね、戻ってきました。今この中央に、車の形をしたこの、インフォメーションのねディスプレイが見えてると思うんですけれども、こちらがですね、このパジェロの 4WD システムの、状態を表す、ディスプレイです。で、この車にはですね、スーパーセレクト 4WD2 という、システムが、備わっておりまして、これは、3代目のこの4代目のパジェロが出る前の3代目のパジェロから、引き継がれているシステムです。で、これはどういうものかと言いますと、走行シーンに応じて、4つのモードを選ぶことができます。でその4つのモードというのが、こちらです。はい、こちらがですね、そのシーンに合わせて、4つのモードを選ぶために使う、トランスファーレバーです。位置的にはちょうどシフトレバーの、左側に、搭載されています。で今ですねこの、モード色がね字の色が変わってますけれども、4LLC という位置に今います。で先ほどもね見てもらって分かった通り、かなりね深い雪の中を走ってきましたので、やはりですねこの位置じゃないと、ちょっとね走るのには、きつかったです。で、まあ、なんでこの位置に今なってるかというのをね、これから一つずつ説明をしていきますので、一旦ですね、この 2H のところまでレバーを戻していきたいと思います。ちなみにこれ戻すときはですね、軽く下に下がるんですけれども、これを下げた状態で1個ずつ下げていくような感じになります。はい、これで今 2H の位置までレバーは来たんですけれども、この状態で先ほどのですね、メーターのところのインフォメーション見てみましょう。はい、今ね、真ん中の先ほど点灯していたところ、タイヤのこのマークのところがですね、点滅しているのが、わかると思います。今この状態では、レバーのね、位置は 2H の位置なんですけれども、実際には、2H にはね、まだなっていない状態です。で、この右側のところにですね、4L と書いてあると思うんですけれども、まだですね、4LLC の状態のままになってますね。はい。で、これを解除するにはですね、この今、パーキングにギアがね、入ってるんですけれども、それをニュートラルの方に戻していきます。そうすると、切り離しがね、なりますので、ちょっとね、やってみたいと思います。はい、こうすると、今 4L が消えて、前のね、タイヤの点滅も消えましたね。はい、これで、今、2H の状態になりました。で、レバーの方ですね、2H の位置にいます。はい、この状態で 2H です。はい、じゃあそしたらですね、一つずつ、まあ、簡単に説明をしていきますけれども、今ね、戻したこの 2H の状態、ここですね、この状態というのは、2H ですので、もちろん、二輪駆動の状態です。で、このパジェロは、フロントエンジン、リアドライブという、FR 方式ですので、この 2H の場合は、後ろのタイヤ、二輪が、駆動する、そのようなモードです。ですので、まあ、乾燥路面、夏場の乾燥路面であったり、まあ、燃費を優先したい、そういうような場合は、この 2H の位置に、します。はい。で、次の 4H ですね。レバーを 4H に、やります。はい。この 4H の位置なんですけれども、この位置は、基本的に、センターデック付きの、フルタイム 4WD の状態になります。これはどういうふうな状態かと言いますと、まあ、使うシーンとしては、まあ、街中でね、まあ、ちょっとした雪道、まあ、肉だとね、ちょっと不安だなというような場合に使ったりします。あとは、雨の日なんかでね、少し滑りやすいような路面、そのような路面を、安全に走りたいという場合は、この 4H という場所に、レバーを切り替えると、非常にね、安定した走りをすることができます。で、このパジェロなんですけれども、この基本の位置がですね、実はこの 4H の、位置なんですね。私も最初ね、2H が基本なのかなと思っていたんですけれども、やはりフルタイム 4WD の、車でもありますので、基本位置はやはりこの 4H の位置だそうです。次のモードがですね、まずレバーをちょっと倒しますけれども、はい、この位置ですね。はい、こちら、4HLC と、書いてあると思います。はい、この 4HLC というのはですね、この LC というのは、ロックの意味です。で、このロックというのはどういう意味かというと、まあ、センターデフね、先ほど、センターデフ付きの 4WD だというふうにこの 4H のところでね、言ったんですけれども、この 4HLC の場合は、センターデフを、ロックした4WD になります。ですので、まあ、前後、50/50 の駆動配分で、駆動するような、モードです。ですので、まあ、従来の、以前のね、その昔の、まあ、車であったり、そのような切り替え式の4駆の方はご存知だと思うんですけれども、そのような4駆を使うとですね、まあ、カーブなんかで、例えばハンドルを切ったりしたときに、ブレーキがかかったような、タイトコーナーブレーキング現象という現象が発生するんですけれども、それが発生するモードです。ですので、かなりですね、強力な、まあ、4WD の、状態になります。センターデフをロックして、駆動配分を前後、同じにするモードを使うことによって、走破性がね、さらに、アップするような、そのような位置になります。はい、でこのさらにですね、先ほどまあ色が変わってますと言ったこの 4LLC という位置なんですけれども、この位置、はい、この位置ですね。この位置は、まあこの 4HLC、センターデフをねロックした状態のさらに強力な、モードです。で、先ほどまではねこの 2H、4H、4HLC と、数字の後にね H という文字が、刻まれてましたけれども、最後、このモードは 4LLC ということで、4L という、状態になってます。で、この 4L の L というのは、ローモード、ローギア度のモードになります。ですので、まあ、通常 2H、4H の場合は、通常のね、高速走行可能なんですけれども、この 4LLC の場合は、ローギア度になりますので、基本的には、スピードが出ません。そして、この、パジェロ、オートマチックは5速のオートマチックなんですけれども、この 4LLC に切り替えた場合に関しては、4速までしか、切り替わりません。まあ、もちろんね、そんなにこの状態でね、高速走行することはないので、もちろんそれでね、十分こと足りるんですけれども、これは、本当に4HLC でも、なかなか走破性が難しい場合、まあ、先ほど、ここに来るまでのね、間に、使いましたけれども、そのような場合にもう使うようなモードです。ですので、まあ、普段街乗りしている方はですね、基本的にはもうこの位置まではしません。で、まあ、もちろんね、大体の道であれば、通常走行する場合であればね、この2番目の 4H で十分走れますので、まあ 4HLC までね、する方っていうのもね、あまりいないのかもしれませんね。はい。まあ、これは私のあくまで主観ですけれども、もちろんね、その走行シーンに応じて、使い分けするのが大事なんですけれども、そのようなね、位置になります。はい、ということで、ちょっとね、この今、シフトレバーのところね、移して説明をしましたけれども、これ同じことをね、ちょっと、メーターの方でね、やってみたいと思います。はい、じゃあちょっとね、一つずつ、切り替えていきたいと思います。今これ 2H の状態です。で、次のモード。はい、これが、4H の状態です。で、次。はい、これが、4HLC の状態です。で、最後、4LLC が、これになります。で、今ね、この 4LLC のところに切り替えたときに、上にね、表示灯が一つ点灯したと思うんですけれども、これですね、この車、アクティブスタビリティ&トラクションコントロールという、機能も搭載されてまして、まあ、横滑り装置、それから、トラクションコントロールですね、まあ、タイヤがスリップを検知した場合に、そのタイヤにですね、ブレーキをかけて、エンジンの、ね、回転を制御する、そのような機能もついております。ですので、この今ね、オフの文字が出てますけれども、この 4LLC の場合は、そのエンジンの制御をですね、あえて効かない状態にもう強制的に、ね、なってしまいます。ですので、まあ、悪路でね、やはり脱出するような場合は、もう完全に、本当に強力な四駆の状態になります。はい。で、今回ね、ちょっとやってみたいのが、まあ、あえて、ちょっとね、対角スタックをさせて、その状態で、このトラクションコントロールですね、このトラクションコントロールという機能を、使って、まあ、特にね、掘ったりなんかすることなく、脱出ができるのかというようなことを、ちょっとね、試してみたいなと思います。で、先ほどね、見てもらってわかるように、意外とですね、まあ、多少の傾斜はあるんですけれども、基本平坦な、場所です。ですので、この状態で対角スタックをさせるというのはね、なかなか難しいんですよね。ですので、どこを使うかと言いますと、ちょっとね、外に出ます。比較的ですね、まあ、平坦なところでもありますので、この状態では、対角スタックをね、すぐ簡単に作ることはできません。ですので、今回はですね、ここが少しね、坂になってるんですよ。坂になってるので、この場所で、まあ、タイヤを浮かせるような状態を作って、そして、わざとね、ちょっとスリップをさせた上で、脱出、動くことができるかというようなことを、実際でね、ちょっとやってみたいと思います。はい。ということで、一回ね、ちょっとやってみたいと思います。はい、ということで、いかがだったでしょうか。今ね、その、トラクションコントロールの性能を実際に、ご覧にいただきましたけれども、最初やはりですね、タイヤがスリップして、前にね、進まなくなった、状態がね、見て取れたと思います。ですけれども、やはりね、途中で、そのトラクションコントロールを、オフに、強制的にね、オフにしました。で、そのスイッチがね、車内にあるんですけれども、こちらのスイッチを押すことによってトラクションコントロールを一時的にオフにすることができます。で、この状態をすることによってエンジンのね回転の制御を強制的に止めることができますので、その状態でアクセルを踏み込むと踏み込んだ分だけエンジンの回転が上がりますので、そうすることによってこのスリップしているタイヤ、そのタイヤにコンピューターがねブレーキをかけて、でしっかり設置している駆動するタイヤ、そちらの方に、駆動力をね伝達して、脱出をする、そういった、機能を持つ車、それが、このパジェロです。で、この機能はですね、デリカ D5 にも、搭載されている機能です。で、実際、昨年私もですね、パリ・ダカールラリーで活躍した、松岡弘さんのね、運転で実際、体験試乗、してきました。そちらの動画もね、ありますんで、リンク貼っておきますんでね、ぜひ、お時間ある方は見ていただければと思いますけれども、そういったね、三菱の車、このパジェロだけではなくて、そういったね、いろんな車種に、この機能が、ついています。で、もちろんね、三菱の車だけじゃなくて、最近は、スバルだったり、日産の車も、あるのかもしれませんけれども、結構ね、この機能、トラクションコントロールついてる車、多くなってます。でもね、やはり、現状、こういった SUV、こういうふうな車にしかね、ついてませんので、やはりね、こういった雪国に住んでる方にとっては、そういったね、機能のついた車、これがね、非常に頼りになるのではないかなと思います。はい、ということでね、今回はね、ちょっと簡単ではありましたけれども、このね、パジェロの、トラクションコントロールの性能ですね、こちらを、皆さんにね、ご紹介をしました。もちろんね、ちょっとね、言葉足らずでだいぶ分かりづらい感じもあったかと思いますけれども、四駆の性能、これがね、素晴らしいということは、十分伝わったのではないかなと、思います。はい、ということでね、今日は、この三菱パジェロ、私の愛車のね、パジェロの、4WD 製の、ご紹介をしました。はい、またね、パジェロを使ったね、動画、今後出していきたいと思いますので、何かね、もしこういったことをしてもらいたいとか、こういったところを見たいとか、そういったようなことがありましたら、ぜひね、コメント欄の方で、教えていただければ、可能な限りね、やってみたいと思いますので、ぜひね、教えていただきたいと思います。はい、ということでね、だいぶ、後ろの方も、ふぶいてきましたけれども、今日のところはね、この辺で、終わりにしたいと思います。はい、ということで、最後まで、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。また今後ともご視聴いただけると幸いです。ということで、本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。